令和5年改正法パーフェクトガイド。皆さんこんにちは、レクセン日光市の根本です。ここでは私が秋から担当するこの講座、改正法パーフェクトガイドについて紹介をしていきます。もう名前の通り、来年必要な法改正だけの講座になります。来年に向けていろんな法改正が行われます。多くの方は民法改正と不当法はちょっとあるんだよねってぐらいだと思うんです。実は結構他あるんですよ。例えば今まで婚姻前の氏を併記できるってなりましたよね。でその時に例えば氏名変更とか就任登記の際に出せば併記できるってなりましたが、ここちょっと変わります。まず申請とは別個に行います。また旧姓は婚姻前の氏に限りません。婚姻以外でも氏が変わった場合にも旧姓併記ができるようになります。供託法でもね、例えば代表者の資格を証する登記事項証明書、添付はいらないよと、提示がいるよとなっていたんですが、提示する場面がかなり限定的になったんです。今回民法不動産以外でもいろんな法律がちっちゃくちっちゃくで、しかも過去問の正誤に関わるようなものの改正がされてるんです。まあそうは言っても3つに分類できます。絶対すぐ対応、もうまあ後回しでもいいから対応しといてね、まあ1回見ればいいよと。はい。で今回の講座ですが、特にこの1と2、ここを重点的に講義をします。情報としては1、2、3をちゃんと示します。でその上でしっかり講義するのは1と2ってことで、数多くの法改正効率的に抑えていこう、これが今回のこの講座のコンセプトになります。こちらの方ですが、別途レジュメの方を配布いたします。改正内容はもちろんのこと、できるだけ理由付け多く入れています。理由付けがあれば記憶につながります。また表などがあれば今までの表に追加したり、制度が似ているものがあればできるだけ比較をします。これによって今までの知識の区別区分けができるようになります。そして歩行を行います。通常の講義とは別に、その後民法不当法通達が出るはずなんです。で、それが出ましたら歩行を実施します。なので皆さんはご自身で通達内容を追っかけるとかいう必要は全くありません。90分かける3回の講義をまず10月7日に配信します。その後通達が出た段階で歩行フォロー講義を1回行います。ちょっと今いつかというのはまだ断言できません。出た段階でこちらの方を実施いたします。この2つによって今回の法律改正を効率的に、そして情報収集をして効率的な学習を可能にします。これが私が担当する改正法パーフェクトガイドです。ぜひご検討の方してください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。